うちです。こんにちは。今日のテーマは視聴者さんからいただいたご質問にお答えしようと思います。セフレは必要ですかというご質問をいただきましたので、そこにお答えしていこうと思うんですけど、その一言しかなかったからどういうことなのかな、なんか自分のテックをこう磨くために必要なのかどうなのかっていうところで言うと、別に私はわざわざ作る必要はないのかなと思います。ただ、なんかほら、そのさ、彼氏彼女はいらないんだけど、セフレは欲しいっていう人もいるじゃん。だからそれは別にいいと思うんですよ。ただ私はそのセフレを作る中で一番大事にしなきゃいけないポイントっていうのが、そのさ、テクどうのの前に、お互いが同じ気持ちかどうかってところがすごい大事だと思っていて、だから片方は本気で付き合いたいと思ってるのに、もう片方はセフレでいいよ。っていうのはすれ違っちゃうじゃん。だからお互いがセフレでいいよっていう認識のもとでだったらいいと思うんだけど、どっちかがね、付き合いたい、どっちかはセフレっていうのは、もうそこで気持ちがすれ違っちゃってるから、いくらセフレと言っても絶対いいセックスはできないと思うんですよね。だからやっぱさ、セックスってさ、もちろんテクニック的な部分も大事だけど、特に女性は気持ちの部分がすごく大きいので、私は本気で付き合いたいと思ってるのに彼はなんか違う気がするみたいな気持ちの中で、すごい気持ちがいい行為っていうのはできないと思うんですよ。だから、まあ本当にお互いが同じ気持ちなのかどうかっていうところを、まずは、そこが同じっていうところでのセフレだったら私はいいと思います。だからそれで、行為をひたすら楽しむっていうのはありだと思う。あとはもう一つは、そうですね、その自分にパートナーがいた場合ですよね。だから彼女がいるのに、浮気する、彼氏がいるのに浮気するとか、奥さんがいるのに、愛人を作る、旦那さんがいるのに愛人が作るっていう場合、それは不倫っていうのは、結構不倫の相談多いんですよ。特に女性からの相談が多くて、不倫相手と一緒になれる可能性ありますかとか、結構そういう相談も多いんだけど、私は一緒になれる可能性はもうほぼないと思う。で、実際私も不倫の経験ってあって、で20代の頃に自分が独身だった時に、相手が奥さんがいたっていう状態で不倫をしていった時があるんですけど、やっぱね、不倫をする人の心理っていうのは、男性もそうだし女性もそうなんだけど、結局その奥さんなり旦那さんっていうのはのご飯なんですよ。白米であって、でその愛人っていうのは、おかずなの。おかずだから、なんかお味噌汁も飲みたいなとか、なんかカレーのルーが欲しいな、なんか麻婆豆腐欲しいなとかね、なんかあと何、チンジャオロース欲しいなとか、漬物欲しいなとかって、結局その辺、そういうおかずってさ、ご飯があるから美味しくいただけるわけじゃないですか。ご飯があるからこそのおかずなわけですよ。だから結局そのメインのご飯っていうものがないと美味しく食べれないの、結局。だから結局その不倫相手っていうのはオプションでしかないんだなっていうのを私はすごい感じてたし、やっぱり周りで不倫を経験して苦しんでる、悩んでる人たち見ても、やっぱりその不倫をしている人っていうのは、ご飯を手放す気はないんだなっていう。だからご飯を手放しておかずだけの元に来る人っていうのは本当に少ない。だからほぼその可能性はないと思った方がいいですね。だからそこもさっきのセフレの話と一緒で、不倫をする人っていうのが絶対に、私は別にそこってさ、もう自己責任だから、いろんなリスクがあってそれをやってるっていうことも分かってるだろうし、そこは自己責任で当人同士の問題だから、外野がいろいろ言うことではないと思ってるので、私は。だから別に肯定も否定もしないです。ご自由にどうぞっていう感じだけど、やっぱその、不倫をするんだったら、やっぱり自分は家庭が一番大事だから、そこを壊す必要がな、壊すつもりはないよっていうことを言った上で、それをするっていうことが絶対大事。で、そうしないとやっぱね、期待しちゃうよ。で、旦那さんとうまくいってないんだよね。もう離婚したいと思ってるんだよねとか、奥さんとはもうずっとレスで、もう本当にいつかは絶対離婚するからとか、そういうこと絶対言っちゃダメよ。それを言うとやっぱり待ってる側は期待しちゃうし、
だんだんなんか変な正義感に駆られてきちゃうんだよね。そのやっぱり奥さんとか旦那さんがいるのに、なのに自分の方に来てくれるってことは、すごい自分が必要とされてるんだっていう、変ななんか優越感みたいな気持ちにもなってきちゃうし、なんかかわいそうみたいな、こんなに素敵な人なのに、なんか大事にしない奥さんってひどいなとか、こんな素敵な人なのに、あの旦那は全然なんか大、この人のことを大事にしてなくて、絶対自分の方が幸せにしてあげられるのにとか、変なね、正義感に駆られてきちゃって、で、なんか、変な正義感プラス、なんかパートナーがいる中でも自分の方に来てくれてるっていう変な優越感とか、だんだんね、心が汚染されていくわけですよ、変な気持ちに。だからいいものではないと思う。だけど別にしたい人たちはしてればいいと思うけど、私はいいものではないなと思いますね。なのでやっぱそれをする上で、大事なことって、やっぱ誰かとこう行為をするっていう上で大事なことっていうのは、やっぱりお互い同じ気持ちなのかどうかっていうところが大事だと思うんですよ。だからセフレならお互いセフレでいいって思ってるよねとか、不倫なら一番大事な家庭がある上で自分は2番目なんだっていうポジションが分かった上、あなた2番目でいいなら付き合いますよ、私も2番目でいいから付き合いますよっていう、その気持ちが一緒じゃないとダメだったりとか、そこをちゃんとすり合わせることがまずは大事だと思います。じゃないとわざわざ別の人と行為をする意味がないから。だから別にどんどんしてくださいとも言わないし、絶対やめた方がいいですとも言わないけど、まあ、セフレに関しては別にお互いの気持ちが合ってれば誰を傷つけてるわけでもないからいいと思うんだよ。ただその不倫に関してはやっぱり裏切り行為なわけだからね、だからどんどんやれとも言えない。だけど絶対にやっちゃダメとも別に私が言えることではないです。だけど裏切り行為っていうことは人に してるわけだからね、自分のパートナーに対して裏切り行為をしてるわけだから、そういうことをしたら何らかの形で絶対自分に返ってくるよっていうことが分かった上でした方がいいと思います。やるならやっぱいいことも悪いことも人にしたことって絶対何らかの形で返ってくるんで、だからそれが分かった上でするなら自己責任でどうぞという感じです。はい。で、その、手首が磨かれるかどうかっていうことに関しては、やっぱりお互いの気持ちが一緒になった上で、特に女性は、相手への信頼関係だったり、安心感っていうので、もっと気持ちよくなれるとか、そういうことが関わってくるから、まずは気持ちの部分でお互い合ってないと、手首が磨かれるどうのの話じゃないので、まずはやっぱ行為をするっていうのは一番大事なのは気持ちの部分で、その次にやっぱりテクニックで、テクニックを磨くにもやっぱ相手の心を開いてくれてないと、何をされるのが気持ちいいのかとか、どういうのがいいのかとか、そういう話にすらならないので、まずはそこの気持ちのところが大事なんだよということを、今日はお伝えしたかったので、ぜひ参考にしてみてください。ということで今日は以上になります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。